どうも皆さんこんばんは、ガレージドッグボーカルギターのコウキです。先週はお休みしちゃってごめんなさい。今週はね、頑張っていこうと思います。お願いします。本日も収録でお送りいたします、ガレージドッグレディオ。収録は5月13日金曜日の夕方17時35分に収録開始してます。先週ちょっとお休みしちゃってごめんなさい。今週はね、その分もちょっとスペシャルな回にしていこうと思うので、皆さんどうぞ最後までお楽しみに。とりあえずまずは1曲聴いてください。ファーストミニアルバムより The Game of Life。It is like meltdown. It's not like 後悔して傷ばっかが増え。この番組はガレージドッグの提供でお送りいたします。やるじゃん。ふつおたのコーナー。あれ、なんか俺じゃない声じゃなかった今。そういうあれで、うん、さらっと登場してくる感じで、さらっと、はい。というわけでですね、今回スペシャルゲストということで第1回、そっか、初めてのゲストじゃない、地味初めて、まさかのゲストがメンバーっていうね。はい、というわけで、ドラムの雄大でーす。お願いします。はい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 、こんにちは、こんばんは、おはようございます、おやすみなさい。はい、というわけで、いただき、はい。はい、というわけで、雄大に来てもらいました。握手。先週ね、ちょっとお休みしちゃったんで、ちょっと今週はちょっとその先週分を取り返すべく、うちのミスタークレバー雄大にやってきてもらいました。よろしくお願いします。先週はね、ライブがありましたので。ライブもね、ライブライブありましたよね。あれ先週だっけ。ちょ、先週っすね。先週ね、66、先週の金曜日。あ、そっかそっかそっか、楽しかったね、あれね。あれも最高のイベントですね。はい、というわけでですね、ちょっと慣れない2人の感じでやっていこうと思います。お願いします。お願いします。どうですか、ラジオずっと出たがってたもん ね。いや、もうマジで出たかったんですけど、うん、なかなか機会もなく、まあちょっとね、予定合わせたりするのがさ。そうですね、今日あれなんだよね、ネオくんがちょっとスタジオお休みっていうことでね、2人でちょっとコーラス練習した後にちょラジオ撮ってみようかってことで、今回ね、ついに来ました。ついに満を持して登場ですよ、この男。ここにあり。ここにあり。多分結構みんなも聞きたかったんじゃないかなって思うんだよね、あのメンバー同士でこうやってやるの。いつも一人でやってたから、あ、なんか喋りやすいな二人だと。いや、だからいつも結構聞くんすよね、ガレラジ。この人寂しくないかなって思いながら。寂しい。あ、でもお便りもたくさん来てるし、頑張ってるんだろうなって思いながら。うざっした、ね、メンバーながら。いや、でもね、そう、今回もあの雄大宛てのお便り、はいはいはい、ちょっと募集した、はい、なのよ。急遽マジで何時間前ぐらいだ、3時間とか。ほんとそれぐらいですね。すげえ急遽応募して、え、募集したのにもかかわらずね、たくさんのお便りをいただきました。ありがとうございます。というわけで、今から早速お便りの方を読んでいこうと思います。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、早速まずメールでいただいたお便りから紹介していこうと思います。ラジオネームみけさんからいただきました。ゆうだいさん、こんばんは。こんばんは。
パワフルでかっこいいドラムと面白発言にいつも楽しませてもらってます。雄大さんがガレドに正式メンバーとして加入することになった時のエピソードをぜひ教えてくださいということでいただきました。あ、なるほど。なんか覚えてることというか、これはミケさん、これ尺伸ばそうとしてますね。これ長くなるって分かっててメール送ってる説はあります、ね、あるね、うん、これも俺がちょうど、うんうん、その前のドラムが大学の先輩で、そうやね、うん、でなんかその学校の僕の同期の友達とかに、こん先輩やってるまでこんなやべえバンドいるぞみたいな、うんうんうん、教えてもらった垂れ込みを受けて、垂れ込みをね、これかっこいいなみたいな、うんうん、でまあとりあえずもうそいつとは結構普通にメジャーバンドのライブとかも一緒に見に行くような仲だったんで、うん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 、一回ちょっとライブ行くかってなって、うんうんうん、よっしゃライブ行こうと思ってたら、うん、僕があの地元でやってるジーマってバンドに、うん、そのライブ行きたかったライブのちょっと台湾しようぜっていうお誘いが来て、あそうだね、うん、ええー、みたいな、したなんでみたいな、誘ったこの俺たちがみたいな感じになって、まあ、それはちょっと残念ながら、うん、そうだね、なくなっちゃいはしたんですけど、ね、まあ、そっからまあちょっとなんかそのネット上でちょこちょこね DM でやり取りして攻撃し合って怖い、そう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 で。でなんかあれだよね、最初さなんかネオと一緒にさカバー動画みたいなの上げてたよね。そうなんか俺がめっちゃコロナ禍でめちゃくちゃなんか暇で、うんうん、ちょっと家じゃドラムできねえし、うん、ギターでもやるかと思ってギター弾いてて、うん、動画上げたらなんかネオさんがなんかベース合わせてきて、あったね、うえーみたいな、あったあった、なんかその時はね、でもちなみに彼はもう彼の中ではあの雄大にラブコールしてたらしい。だからああもう戦略的コールだ、そう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 もう一緒にやろうよっていうのをあそこで小出しにしてたみたい、はいはいはい、でどうだったんだっけ、そっからまあちょっとうちドラムいなくなっちゃうから一回なんかスタジオ入らねえみたいな、そうだったね、サポートでやろうぜみたいな、で気づいたらお前やれよってなってたんだね、ってなっててもう流れでもうノリで あじゃあ正規でみたいな。でもなんか結構俺その時すげえ覚えてるけど、なんかあそんなすんなりいいんすか逆にみたいなぐらいすんなり入ったよね、マジで。そうですね、じゃあこれからちょっとあいいっすよみたいなでみたいなになってたし、2人も俺らプロ目指すからお前も一緒に目指そうぜって、いやなんか言われるかなと思って、あいいっすよその時暇だったんでね、僕もやっぱいろんなバンド、まあ、サポートもしてたし、そうだね、いろんなバンドで、うんうん、まあ、それもありつつでカチッとハマったんで、これもやっちゃおうと思いながら。なるほどね、はい、俺結構これマジで毎回覚えてる、なんか覚えてるエピソードで言うんだけど、はい、あの一番最初にさ、はい、スタジオ入った時あったじゃん、はい、あん時のなんかカチッとハマった感がすごくて。あ、本当すか。なんか忘れもしないですか。あるじゃんやっぱり、忘れもしない一気の口癖な、忘れもしないそうそうそうあれねすごいよく覚えてて、雄大しかないなって思って、そうあの時誘ったんだよね、だからね、はいはいはい、って感じです。ミケさん大丈夫ですかね、こんな感じでギリセーフ、はい、オッケー。ちょっとねこれ以上長くなると他のお便り読めなくなっちゃうから本当っすね、ちょっとこんな感じでどんどん次のお便り読んでいこうと思います。ミケさんありがとう。ありがとうございます。そしたら続きましてこちらのお便り読んでいこうと思います。ラジオネームイヤラさんからいただきました。ありがとうございます。雄大くんこんばんは。こんばんは。雄大くんはギターも弾けるのにどうしてドラムをやろうと思ったんですか尊敬するドラマーさん、目指してるドラマーさんはいますか、かっこ、スネさん以外で聞きたいもうバレてますね。というわけでイヤラさんからいただきました、はいはいはい、ありがとう。ありがとうございます。どうですか、そうです、ギターも弾けるでベースもやるんですけど、うんうん、なんでだろう、なんでギターとベースをやったかっていうのも、そのドラムを習ってた時に、うん、家でどうしても練習できない、まあ、今はまあ、ね、実家には電子ドラムがあるんでできるんですけど、俺が買わせたやつね、そうそうそうお前買えよでその時はもうジャンプとかカンカンで練習してたんですよねあ、はいはいはい、でいやでも家でも普通になんか普通にロックやりてえな、吹奏楽部だったんですけど、うんうん、ロックをまあ休みの日とかにやりてえと思って、うんうん、でベースとギターをなんかお年玉で買い、いきなり練習をしっていうので、まあまあ趣味程度に続けてるって感じですかね。でドラムをやろう、うん、ドラムはなんだろうな、確かにね、ドラムなんかドラムやろうと思ったんだろう。ギターをやる人はさ、やっぱなんかこうシンプルにそのロックバンドかっこいいなってなってギターに行くのは分かるんだよ、はいはい、でベースもまあまあまあ分からなくはないけど、ドラムってさあんまり導入でもあれじゃないの、
それこそ太鼓の達人。そうそうそう、太鼓の、まあとりあえずなんか叩いてたいんですよね多分なんかもうちっちゃい頃から落ち着きのない子だったんで、太鼓の達人、もう休みのたびに、あのマイマザーと一緒に、マイマザーマザーと一緒に近くのゲーセンに行き、こうドカドカドカってやって、楽しいってやってて、である日突然ヨシキ、エクジャパンのヨシキさんに出会い、出会いというか出会いって言ったらなんかちょっとあれです、運命的なね、そのエクジャパンを見て、うわドラムだわと思って、なるほどね、始めましたね。だから尊敬する、まあ、スネさん以外だったら、まあヨシキ、ヨシキで、あとは誰だろうな、好きなドラマ、好きなドラマ、ディジーサンフィストのモアイさんとかも好きですし、あとは誰だろうな、最近でも名前もわからない、インスタでなんかもう脳死で見てると出てくる、なんか海外のめちゃくちゃ凄腕ドラマみたいなめっちゃ見ますね。わかるわかる、めちゃくちゃグルーヴやばいみたいな、見ちゃうよね、ドスドスパーンスクスみたいな、俺あれだな、パーンみたいな、一時期めっちゃ、なんだっけ、あのフリーザーの人、フリーザックだっけ、あーフリーザック、フリーザックめっちゃハマってて見てた、あの人も、あの人もうまいですね、いろいろカバーやってて、なるほどね、はい、そんな感じですね。というわけでもうあれだね、グッフォの方以外で聞きたいですっていうのしっかり分かられちゃってるか、はい、一番もう尊敬するドラマですね、はいって感じです。ありがとうございます。ありがとうございます。なので一曲歌いとか無理っすよ。一曲歌いはないね。ああよかった。はい、続きましてこちら質問箱の方からいただきました、ありがとうございます。こうきさん、雄大さん、こんばんは。こんばんは。突然ですが、この世からお米がなくなったら何で代用しますか。あお米がなくなったらマジっすか。考えたことねえよ。でも麺じゃない。いや、まあ麺っすね。俺なんかめっちゃうどん食う気がする。あーまあし主食うどん、まあ、うどんパスタとかじゃない。俺パンあんまりライクじゃない。パン食べない。あんまり食べないですね。あそうなんだ。食べたい時あるんですけど、その、でも食べてももうなんかカレーパンとかそっち系、なんか食パンとかは、目玉焼きとハムと、はいはいはい、食パン焼いてなんかマーガリン塗ってっていうのはあんまりないですね。朝食っぽいパンっていうの。そうそうす、はいはいはい、ないです。もう菓子パンも、ね、小腹満たすみたいな。なるほどね。米がなくなった世界線ちょっと怖くね。いややばいです。あのおじいちゃんおばあちゃんが米農家なんですよ、うん、あの岩手で米農家やってまして、それでもう今一人暮らしでもお米は尽きずに、あーいいね、ずっと尽きずにやってるんですけど、なるほどね。いやないとやばいっすね。マジないとやばいよね。俺カレーライス食えない世界線やだもんやだな。なんかもう、まあ、飯作るのめんどくさいと絶対松屋か吉野家か好きやだし。ああまあそうだよね。そうだよね。それはそうだ。まあでもラーメン、いやでもラーメンも別に週一なんか別たまに食うからうまいんですよね。それはそう。へえー、やっぱでもそうだね。多分2人とも麺で、麺に逃げます。代用すると思います。プチッとうどんおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、続きましてこちらの質問読んでいこうと思います。何こいつ。私は擬音ガチです。擬音ガチ、擬音がガチな人なんだと思う。ちなみに仲間があと2人います。なんだよその情報いらないな。雄大さんとこうきさんは何ガチですかということでいただきました。あ何ガチ。お互いのお前何ガチだろうっていうの言ってこうよ。はい、多分自分から言うのあれだから。なんだろうな。雄大でしょ。雄大、あーでもなんか勝手なイメージなんだけど、はい、パフォーマンスガチな気がする。パフォーマンス、なんか何でも割とやるじゃん。はい、なんかシャウトしてみたりとかさ、はい、あのボイパしてみたりとかさ、あー、はいはい、ちょっと披露してやとかやってみたりさ、はいはい、俺あれめっちゃ好きなんだよね。なんだっけあのあれ、水入れる時の、あーちょっと待って。なんか見たいな、はいはい、なんかあのボディーパーカスガチ勢な気がする、ね、あーなんかそっち系ですよね。なんか体を使って、はいはいはい、あんま人じゃできないようなことを表現するガチだと、はいはい、俺何ガチだと思う。じゃあまずその前になんか擬音ガチがめっちゃ気になるんですよね。あー擬音ガチ、一気みたいなやつなんだな。あーはいはいはい、そこもっとバリロビーみたいな感じでしょみたいなこと言うんじゃない多分。あーなるほど、そういうガチか。それだ
と多分擬音ガチは負けてないよね、うちの一期もね。負けてないっすね。あいつやばいもんね。戦わせたいっすね。あいつちょっと、ちょっと、どういうこと戦うの？ほいって、ファイッつって。オリジナル擬音言い出して先いなくなった方が負け、みたいな。それやばいな、めっちゃ面白いな。こいつちょっと名乗り出てほしいわ、後で。で、俺は何ガチだと思う？俺でも意外となんかね、突出してこれみたいなのは多分あんまオールマイティガチっすよね。オールマイティガチってなんだよ。いろんなことをちゃんとやれるみたいな。まあ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 。でもすげえなと思ったのはライブ、あんまりなんか公に言うことじゃないですけど、ライブ前とかに髪の毛セットしたりするのがすごいと思いました。ああなるほどね。ちゃんとこの自分の見せ方を分かってるというか。はいはいはい。そこがすごいですね。見せがち。見せがち。難しい方の先駆けの方。ああはいはい。微量の見ね。微量の見せがちですね。見せがちね。いやでもあれね、高校生の時にめっちゃなんかあったじゃん。はい、ありますね。流行る時期。はい、あん時に得得した。ああなるほど。そう。あとなんか雰囲気イケメンって言葉が流行ったじゃん。あ、はい、流行りましたね。でなんだよそれって思ってたんだけど、俺なんか高校のやつでそれをちょっとこう目の当たりにしてるのよ。ああ雰囲気イケメンだこいつみたいな。雰囲気イケメンになったなお前みたいな。あ、はいはいはい。そうそうそう、からね。そうそう、大事ですね。そういうのはやるかな。雄大はねもう結ぶオンリーだからね。届いてライブ出て終わりみたいな。まあそれはそれで楽だけどね。楽っすけど、どうせなんか僕もう頭振るなんか、確かにね、頭振るし汗めっちゃかくし、確かに確かに、それはそうだわみたいな。何しても無駄だよなみたいなとこあるよな。服もいつも通りだしみたいな。確かに、別に一番自然体なのかもしれない。もしかしたらね、一番もう確かにそれはそうだ。そういうの一回行ってみたいなと。ちゃんとあーセットみたいなやつ見なりして、セットして、え、いいじゃん。なんか今度やってあげようか。お願いします。髪の毛のセット、ぜひ。いいねそれ。でも僕一択じゃないですか、髪型。いやなんかあれはこう逆側にめっちゃこう今ほら両方さ刈り上げてるじゃん、はい、片側だけ刈り上げにしてこう逆にめっちゃこう流すみたいな、一方向にめっちゃ流すみたいな。はいはい、あんまお前気に入ってないだろそれ。あんまり嫌だ。でも俺いつもやってませんそれ。え、そうだっけ。こうなってません、まあまあ、ライブの時。じゃあライブおのおのチェックしていただいて、はい、写真を、はい、そうですね、はい、皆さんそこもね楽しみに。はい、逆にでも俺あんま髪型ずっと一緒だからさ、はいはいはい、たまにはなんか変えたいと思うけどね。なんかちょっと変なのにしましょう今度。アフロとかにする？アフロ、はい。いいのかそれで。アフロいいっすよ。ゴーイングステディみたいになっちゃう。昔の前確かに。って感じですね。はい、質問ありがとうございます。ありがとうございます。いやでもマジでめっちゃ質問来てるよ。ありがとうございます。いやすごいよこんな短時間で。ああ、だからもうどんどんねちょっとねこうパッと答えてください。そしたら、はい、いきます。はいはい。馬娘の中ならどの子がタイプですか？東海帝王か、エルコンドルパサーです。エルコンドルパサー。はつらつとした子が好きなんで。あーなるほどね。うわー誰だろうな。シンボリルドルフかな。あーいいですね。わかるわかる、わかりますよ。やっぱお姉さん系がいい。好きだろうなみたいな。わかりますよ。はい、そんな感じです。弟キャラなんで。はい、弟キャラなの。長男なのに。はい、次いきます。対バンしたいと思っているバンドはありますか？対バンしたいと思ってたくさんあるんですけど、うん、対バンしたいバンド、うんうん、対バンしたいバンド、対バンしたいバンド、俺今一番対バンした、対バン言っちゃった。一番対バンしたいのはね、誰だろうな、ジェイコブかな。やっぱり。ああいいですね。ジェイコブは本当に、ジェイコブ一時期俺マジでジェイコブの企画は全通してたから、はいはいはい、東京でやってるやつ。ジェイコブもやりたいし、アズウィライクもやりたいな。あーいいですね。あとはなんかある、逆にアウルもやってみたいな。アウルやってみたいですね、うん、マイティーホープもさ前一回対バンしたけどさ、はい、その時ほらああちょっと弾き語りになっちゃってますもんね。そうそうそう、からもう一回それもやり直したいね。リベンジで、うん、って感じかな。いやーどれだよ、対バンか。いやもうたくさんいますよそんなの。じゃあちょっと羅列してきねえよ。じゃあもうどんどん言ってこ、こういうのは。まあとりあえずまあグッドホーナシングじゃないですか。そうだね、それはそうだよね。とりあえずっていうのは、とりあえずって、とりあえずグッドホーナシング。あとはもうみんなっすね、みんなって、いろんな人。まあでもそうだね。いやでも ツアーもあるし。確かにそれはそうだ。新たな出会いもあるし。確かにね、また出会いがもう無限に増えてきますよね。対バンしたいバンドもう一回やりたいとか。いや確かにな。いや楽しみだ、ね、いや楽しみです。そんな感じでいいね。なんかこのいい感じにツアーを匂わせる。そうこの商売上手な感じ。商売上手。はい、来月からツアーあります。そうあります。はい、お楽しみに。どんどんどん。
今スタジオだからねドラムの音しますけども、いやでもマジですごいね、こんな質問短時間で来ると思わなかったわ。青い色はめっちゃ意味わかんないですけど、もうそのあれは答えません、意味わかんなすぎて誰だか知んないけど、俺の友達なんだろうな多分。そうだね、雄大の友達らしき人から音楽理論についての質問来てたけどねびっくりした本当に。はい、というわけでですね、じゃあいつもやってる最後のねこのふつおたの締めの挨拶、今回ちょっと雄大お願いします。はい、このコーナーではリスナーの皆様よりふつおた、普通のお便りを募集しております。お便りはガレラジ .gd@gmail.com ガレラジ .gd@gmail.com まで、ガレラジのスペルは GARERAZI、GARERAZI、すべて小文字です。ぜひラジオネームも記載して送っていただけると嬉しいです。また YouTube でお聞きの方は概要欄の質問箱でも受け付けております。質問やお悩み相談、楽曲の感想までリスナーの皆様のフリーなお便りをお待ちしております。これであの俺がカンペを見ながらいつもそこ喋ってるところがもう完全にバレたわけですけどね。あれちょっと一語一句違わないなみたいな見てんなみたいなみたいなのがバレましたね。こういうの見るあれじゃないですか。確かにね、見ないとそうそうそう、スラスラ言えないから。ちょっといいか。はい、じゃあというわけで一回終わらせましょう。せーの、以上ふつおたのコーナーでした。ガレージドッグ情報局、誰かのために。このコーナーではガレージドッグより最新情報をリスナーの皆様にお届けします。ということでね、今回はゲストとして雄大来てもらってるので、はい、雄大に発表してもらおうかなと思いますので、みんな耳の中ポジティブよく聞いてください。よろしくお願いします。まずはライブ情報です。6月からはいよいよ、サード EP ソーファイトリリースツアーが開催されます。バフバフどんどんどん。今回のツアー初日は、6月18日、伝説の新高円寺ロフトテン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 で開催されます。これから伝説にします。これから伝説にそして伝説へ。チケットが、2400円で別途、ワンドリンク、ゲストバンド含めて5バンドほど出演予定です。その日はね配信もありますので、まあ会場に来ていただきたいんですけ ど, どうしても、ね、まあ、時間がね、時間とか距離とかいろいろありますので、ね、心の距離とかね、はい、心の距離もあり体の距離もありどういうことだというわけで、まあ配信チケットがございます。概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご購入ください。はい、各公演の、チケットお取り置きはガレージドッグ 69チケット @gmail.com まで、お願いいたします。続きまして、物販情報です。このラジオ内で流れているガレージドッグの楽曲はファーストミニアルバムに収録されています。そんなファーストミニアルバムは公式オンラインショップ、また、名古屋レコードショップ ZOO さんの店頭、そして ZOO さんの通販サイトからご購入いただけるので、ぜひ、買ってください。概要欄に同じく通販サイトの、ね、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックをお願いいたします。以上ガレド情報局でした。よくできました。よく言えたね最後まで。これ俺これもね毎回撮り直すから。これあ本当ですか。いい感じいい感じ。野菜だな。うるせえ。くればくれば。誰かのために作った君はここに置いて行こう。というわけで、皆さんいかがだったでしょうか。今週のガレージドッグレディオ、今週も Like a Secret Base を聴きながらお別れです。あら素敵ですね。素敵いやもう好きだからさ、いつも最後に流しちゃうんだよどうしても。どうでしたか、初めてのガレラジ出演は。楽しかったです。なんかあんま楽しくなさそうなんだけどいやいやいや、でもやさぐれ中学生みたいな言わされてる感。確かにレクリエーションやどうでした。やかましいわ。楽しかったですもうね、念願のね。そうだね、このガレラジ出演ですけどもね。何今緊張し始めた今なんかよくないですよ。なんか脳死で撮ってたんで。なるほどね。でこういうフリートークになるとね、はいはいはい、いやでもすごいやっぱね、みんな質問送ってきてくれてね。いやありがとうございます。本当にそれはありがたい話ですね。
というわけでですね、せっかくなんで、まあ、読めるだけね、はい、読んでいこうと思います。というわけで質問箱からいただきました。こちらです。はい、雄大君への質問。はい、スリーサイズを教えてくださち。くださちってなんで、くださち、くだちだろ、くだち。はい、どうぞ。はい、100です。イエーイ、満点お笑い。スリーサイズ測んないです。測かねえだろ普通に男が。うん、91、93ぐらいのズボン履いてます。あー、なるほどね。ウエストは相当、はい、そういう感じですね。はい、続きましてこちらいただきました。こうきさん、こんばんは。これ9時間前だから多分あれだね、質問を募集する前だから、はいはい、そう、君のことはこれ言ってないから、こんばんはって。あ、すいません。で、そうそうそう。はい、とても短い質問です。匿名希望でも、あ、この質問多分あの子からだなとか分かったりしますかっていう質問なんだけど。あ、それ俺も気になります。どんなんですか。なんかそんなね、無粋なこと考えながらやってない、これについて。なんとなくでも分かるけどね、なんか分かるけど、それが合ってるかも分かんない、ね、そう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 。なんかこの人こういうの来そうだなみたいなのはやっぱある。あ、逆にどう、なんか普段聞いててさ、はい、いやーでも分かんないですね、匿名だったら。そうだよね、そうそう、だから分かりません。分かんないし、そんな無粋なことはしてません。そしたらこちら最後に質問答えてもらってね、終わりにしようと思います。ポン。ドラムでここだけは誰にも負けないっていう部分を教えてください。これってリバーブとかかかるんですか。あー、リバーブかけたい、はい、あ、じゃあ後でちょかけるわ、ちょっと待ってね。 OK です。パワー、パワーです。もう他はもう僕個人的にはもうどうでもいいと思ってるんですよ、自分の。それはもうテクニカルなプレイヤーにも憧れますけど。よくないよ、最近さ、ガレージドッグ困ったら筋肉にすればいいみたいな。いやでもこれ本当にオーガニック筋肉なんで。オーガニックね、オーガニックナチュラルオーガニック筋肉ね。いやそうですね、僕はやっぱり、音がもうでかけらでかいほど確かに柔軟になるんですよ、逆に。あ、ちっちゃくできる。確かにそうだね、でかくはできないかもしれないからね、はい、だからそうですよね、だからちょっと普段弱めに叩いてる人がいきなり強くしようって言うとも難しいじゃないですか。確かに、だからもう強く言っといて、ちょっとじゃあこれ うるさーっていう顔されたらちょっとあ、嬉しいなーって、はい、あー、わかりましたーって言ってちょっと下げるみたいな。なるほどね、やっぱパワーっすね。というわけで皆さん、今後の雄大のパワーに期待してください。ありがとうございます。以上、ガレージドッグレイディオでした。イエーイ、おやすみなさい、また来週。パワーパワー、いやーやーこれ聞いた人どんな夢見るかね、これ。